先ほどの、続きですけども、アルマゲドン2022の、について、丸に、中間報告です。先ほど1の時に、短い映画で済んでっていう話あったじゃないですか。見たら1時間30分でした、間取って。で、それプラス、あと気づいたところで言い忘れてたのが、その37分までの間のところでね、気づいたのが、もうけどね、これ、英語でしたら、完全に吹き替えですから、日本人が勝手にセリフ作ってる可能性があるんですけども、隕石が降ってくるところがね、バルセロナとかだったんですよ。サッカーでこう、銀河系集団とかにいろいろ言われてたでしょ。で、あとは、そう、隕石を砕くんじゃなくて、軌道を逸らすっていうストーリーでした。本筋の、その映画の中の話は。そんな、何でも砕いていたの、いろんなところ。すぐにカクカクしかちかで、核兵器を使いたくな地球の原発どうすんねんっていう話。途中でね、もともとアルマゲドンっていう映画が僕は20歳ぐらいの頃にあったんですよ。で、それが終わった後にあんなに悲しい作品は作品でちょっと問題があるかもしれない。面白い方向性からの話も、その映画はね、全部終わった後にあの時なぜあんな声優になっていたのかって設定の話を公開してあげたらいいっていうことで、まあ、スーパーロボット対戦とか、世界中にマーケティング広げなきゃなんない、みんなと共通の認識でとかね、そういう話でね、途中で映画の中でコンバインっていう言葉が出てきたんです。トラクターとかのコンバインの方だと思うんですけども、コンバトラー V っていう。ガンダムのリメイクとかはそう簡単に他国での許可っていうのはその著作権とかの部分とかでそう簡単にっていう部分が一部あると思うんですよ。で、その当時の二十歳ぐらいの僕の知識ですよ。で、多分僕が聞いてる話だったらそのもう昔のコンバトラー V とかもすごくもうただ同然みたいな金額で、扱わせていただけるとか何かね、安くで使わせていただけるっていう話でね、世界中でそのコンバトラー V のその実写バージョンとかリメイクとか、じゃあ頭の中で砕く話になった時に、そのレーサーとかでこう、月をこう、砕いて掘削してるんだったら、そのエネルギー使いすぎてる話あるでしょ。もうそれだったら最初から超電池スピン。コンバトラ V のロボットの噂なんですよ。それロボット自体がドリル化して、穴掘って。ものすごい昔のアニメですよ、もともとの出だしは。まあ、それも一部リメイクのね、なんか動画の、なんかまあ、これ言いにくいんですけども、日本としても。もうなんかパチンコでコンバトラ。曲とかもね、すごく完全にリメイクで、すごい良い曲っては言いにくいんですが、かっこいいというか、子供向けとして。子供向けっていうのも違うかもしれない。アニメ向けかもしれないです。まあ、そのコンバトラー V をこう、感動する話とかも、こう、見えるように、こう、アニメーションでセリフは出てないんですけど、一部出てたのもありましたっけ。まあ、そういうふうに、こう、見ていてわかる、その曲、一曲終わるまで。すごい手の込んだものを作って、で、ここまでしてきたとき、この次の話は、その、じゃ、掘削チームの人たち、もともと石炭とかの採掘とかで、人が死んでいます、生き埋めになっている人たちが、世界中で累計、もう日本の昔のところから、わかる頃だったら、もう平安京時代の頃から、
もう、間違いなく地震発生させてお亡くなりになってますから、一斉崩落とかで。だから中国の八鬼将軍、城起きるって書いてるんですけども、真っ白な城と起き上がるの起きるなんですけども、本当はそれ遠回しで言ってる方で、城作る時にあれはあれでいろいろ採掘とかしたりしてますから、中国の方で40万人生き埋めにしたとか、戦国時代違うし、採掘とかで生き埋めになった人の累計数、多分それはあの河川の氾濫とかも全部含めてだと思うんですけども、あの40万人も急に死ぬわけないでしょ。に日本のね、24の県よりも神戸市民多いんですけども、そのフェイクの方の人数見ちゃダメです。あの本当の人口で言うと、まあ、50万人いるかなどうかなぐらいなんですよ。で50万人いるのも怪しいんですけども、それでもね、神戸市のこの面積見ていただいてて、どん40万人生き埋めにする、当時どれだけスコップで掘らなきゃなのか。でもあの遺骨掘りに行けっていうことをね、多分あの掘りに行かせたのはあの政府の方でしょうかっていうような、あの民衆の人たちの怒り、もしくは河川の氾濫、いや仕事でこっちだって河川の工事君たちに賃金出してしてもらってた方だから、仕事してる人にも責任がっていうこと。もう大体どこの国もそうだったと思いますよ。大きなね、地震とか、河川の氾濫だとか、そういったものが発生したとき。台風消滅については、その、第二次世界大戦まで嘘だったから、生き埋めになったりした人たちとかの、あとは地震関係とかでお亡くなりになった人たちが、もう知ってるから、もともと話さないか、ずっと。バレてるから、第二次世界大戦のフェイクニュースを、放送した時に東京大学の人たちが学生運動をした話がまたぐるっと一周回ってきて、学生運動をしたのが良かったっていう話になってしまうんですが、あれで怒らんかったらいつ怒んねんって、正当防衛民法の720条 ⑩ に関して、じゃあいつ使用するねんっていう話になる。本当の歴史をあの後世に残すために、あの東大でね、あの学生運動を行ったっていうんだったら分かります。今度あのだから暴力事件に関してどっからどこまで本当か分かんないんですよ。映画の世界を混ざり込んでますから。学生運動を飛躍させて暴動を起きてるようなあの映画を作ってるのかもしれませんし、だからね、中国のその天安門事件の話とかで、こう、夜間を持った、こう、背広を着た人が、前に立って戦車を止めてたじゃないですか。だからあの人は噂によると、その政府上層部の人で、さらに上の方に登っていったっていう、話も聞いたことあるんですよ。上官だと思いますよ。社会的地位に行くと、だからもう他の国から言われて反省して、とりあえずハッチ開けてくれと、こっちもいろいろ言われて叱られてるから、そんな戦車なんか乗り回したらあかんって、嘘第二次世界大戦も嘘第一次世界大戦と、あれもともとオリンピックやからって、軍の人間が野球とか始めてるから、本当だ、あの、韓国の1チームはもう完全に日本では公表されてるんですよ。6球団、韓国のプロ野球チーム、1チームは、軍なんですよ。徴兵制度って、アイドルとか、軍とかに集められるでしょ。で最初、テレビの見過ぎとかで、その、戦争の話とか、全部信じ込んでしまった人たちが、いつ、戦争になるか分からないみたいな緊迫感とかでね、昔の人たちが言ってくるでしょ。それ言われてるから、それをもう本気でそう思い込んで言ってきた人たちの話は真面目に言ってきてるから信じちゃうんですよ。で軍隊に入隊した後何してたかって、野球してました、野球で稼いでいました、
一般人の人たちから僕みたいに人材派遣会社でたらい回しになってすごい実績とかあるのにちゃんと厚生年金とか入れてもらえてなくて退職金もなかった人たちからしたら、なんで君たちの方が給料やねん、エネルギーの担当の問題重要やのに全部バレたら誰でも戦車止めれる話その辺の民間人がそれこそ電波でスーパーロボット対戦のね、今そんなこと書いてないんですよここには今記憶をたどって昔言ってたのがゼネラルガーディアンって大ゼンガーと、トロンベっていう機体に乗ってた難しい名前の人レイチェルでしたっけ、何でしたっけ、もう長いプレイしてないか、もう名前すら思い出せない。SRX のね、義手の人と、どちらかのなんか似たようなキャラクターのような気がして、立場的に。まあ、そのトロンベに乗ってる人の方はね、ある程度こう、ちょっとね、茶化すようなことを大真面目な顔して言ってくる、指摘してくるっていう。義手の人の方はもう完全に笑わないで言ってくるっていうさ、完全に笑わせないで そのまま勢いで現場止めるっていう、その採掘しすぎやと、消費者もちょっと気をつけなさいというような形でね、もともとはそういう設定なんですよ。しかももう曲名の題名、その義手の人の方 SRX の、チームの人たち、その2号機のパイロットの人ですよ、2号機で会っていたと思いますよ。間違ってたらごめんなさい。僕も長い間プレイしてなかったもん。忘れるんで、あんなにキャラクター。いやね、曲名が題名がアイスマンなんですよ。冬も気温下がりすぎて。エネルギーの消費をたくさんしてるから、スポーツにしすぎやの話しときます。話全部一致してくるんですよ。この間の台湾戦と、この間三笠宮家のゆり子さんっていう方がお亡くなりということなんですけども、その話も、いやだからニュースとかは以前の内容を放送するから、年齢も100何歳っていう話もこれ本当かなってなるんですよ、やっぱり見ていて。だから嘘でもこれ昨日雨降ってるんちゃうかって、昨日この辺結構雨で、東京の方は雨は降ってたんでしょうか、どうなんですかね。まあ社会的地位の高い人はお亡くなりになって、昨日何とか踏ん張ってね、晴れで巻き返そうとしたんですけども、コンピューターの我が天下っていうコンピューターだと思われる者たちの、これ言ったらコンピューターが喜びそうっていう話があるんですけどね、物として扱われた物体のものじゃなくて、人間とかの死者とかの物として扱われた。さっき電波でコンピューターの声すげーっていう声が聞こえてきたんです。でもう人間いじめるの勘弁しなさいと。で、なんで僕がいじめられてね、この辺雨降ってるんだと、やりすぎだと、そういうところから見直しなさいと。だからもう台風なんか発生させたらあかんから。途中で、ね、まあ電磁パルスを飛ばして、まあ軌道をそらすっていう隕石のその部分なんですけども、だからそれがね、打撃って聞いた瞬間、それまでに日本のプロ野球界とかの、その国際線とかの、遊んではならないルールとかの、そのダブルプレーの山とかあるでしょ。ショートって遊撃手って日本語では書くんです。遊んでる人これだけ世界中ふざけた女話していくとですよ、絶対無理ですよ。絶対無理なんですけど。世界一周って。砕いた後の方の話ですよ。砕いた方向からで言うと、世界一周。プロ野球選手。これだけいるんだから。木のバットを金属バットに持ち帰って。
キャプテン翼ツインシュートと同じようなね方法でいろんな方向性から全員であの落ちてきた隕石当てれるだけの面積打撃打ち返してどうせ打ち返せないんだけども多分あの金属バットが曲がると思いますけども勢いはとりあえず減災できるっていう、まあ、そういう風なあの話ちょっとね中間報告でいっぱい話す内容が出てきたんで一旦撮影しました。以上です。チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いします。まあ、題名はアルマゲドン2022について丸1でも、1番は出てくると思います。以上です。